コメント、有給は取れますが怒られるし、査定が下がり、ボーナスが少なくなります。笑い笑い笑い。これは典型的なブラック企業。有給取ったことで労働者に不利な扱いをするのは、最高裁の判例で禁止されている。判例では有給取った日を欠勤扱いにして、ボーナスの査定を悪くするのは、公序良俗に反して違法。その理由、有給使ってボーナス下がるなら誰も有給取りたくなくなるから、法律は有給取りましょうと言っているのに、法律に逆行することをする会社は違法評価を受けます。逆に言うと、ホワイト企業は有給取れば取るほど評価が上がる企業です。